はじめまして、シュンクッキングです。急な顔出しと声出しで驚かれる方もいると思いますが、YouTube ショーツや TikTok の方では顔出しをしていて、これから YouTube のロングでも顔出しと声出しをしていこうかなと思っております。なぜ急に顔出しと声出しを始めたかというと、今までの動画では詳しいレシピをお届けするっていうのと、耳で楽しんでいただけるような動画をお届けしていたんですが、細かいポイントだったり、これはこれで代用できるよ、みたいなことが、動画の尺と字幕ではお伝えすることができませんでした。このチャンネルでは、あまりお菓子を作ったことがない方や、これからお菓子作りが上手になりたい方に向けて発信しており、できる限り失敗なくお菓子作りを楽しんでいただきたいなと思っております。これからの動画は、一気にガラッと変えるわけではなく、週に1本2本ぐらいから始めて、少しずつ顔出しと声出しを増やしていこうかなと思っております。今の動画が好きな方には本当に申し訳ないんですけど、お菓子作りは難しいというイメージを少しでも変えたいので、これからの新しいシュンクッキングも応援していただけると嬉しいです。ってことで、お堅い話はここまでにしておいて、今回は早速お菓子を作っていこうかなと思います。今回は材料たったの4つで作れる、小麦粉もバターも使わないトースターでチョコレートケーキの作り方です。大きなポイントは生クリームを泡立てないっていうのと、皆さんホールケーキを作るとき生クリーム塗るの難しいですよね。今回この作業も省きました。細かいポイントは作りながらお伝えしていくので、ぜひ最後まで見てください。それではレッツクッキン。調子乗りすぎかな。材料をご紹介します。1つ目、卵2つです。こちらは M サイズを選んでください。2つ目、米粉 50g。3つ目、グラニュー糖 50g。そして4つ目、絞るだけホイップ、チョコレート味ですね。プレーンでも作れるので、お好みで選んでください。今回もメレンゲメーカーを使います。100均で買えるので、ぜひ探してみてください。容器についた水分や油分は必ず拭き取ってください。メレンゲが作れない原因は大体これです。では生地を作っていきます。卵を卵黄と卵白に分けてください。分けた卵黄はボウルに移しておきます。もう一つの卵も同じように分けていきます。卵黄が割れてしまうとメレンゲが作れない原因になるので注意してください。同じようにボウルに移しておきます。絞るだけホイップチョコレート味を使います。しっかりと冷えた状態で使ってください。卵黄を軽く溶いておきます。こんな感じにできたら、絞るだけホイップを 20g 入れていきます。ムラがないようにしっかりとなじませてください。このぐらいにできたら OK です。卵白に砂糖を入れます。しっかりと泡立てて、つまがたつメレンゲを作っていきます。もったりと重たくなってきたら、メレンゲを確認してください。ピンと角が立てば OK です。メレンゲを軽く整えて、生地に3分の1ほど入れていきます。しっかりと混ぜ合わせて、先になじませておきます。メレンゲがムラなくなじんだら OK です。そしたら残りのメレンゲを入れていきます。ここでポイントです。メレンゲが潰れないように、切ってすくうようにして、さっくりと混ぜ合わせてください。
ムラなく滑らかになったら OK です。ここで米粉を入れていきます。ダマや粉っぽさがなくなるまで同じように切ってすくうようにしてさっくりと混ぜ合わせます。できる限り少ない回数で混ぜるのがポイントです。こんな感じでふわっと滑らかになったら生地の完成です。生地が完成したので12センチのケーキ型にクッキングシートを敷いていきます。型に薄く油を塗っておくと綺麗に敷くことができます。型に合わせてカットしたクッキングシートを敷いていきます。こんな感じにできたら OK です。トースターで焼くのでクッキングシートが焦げないように型からあまり出ないようにしてください。そしたら生地を型に流し入れていきます。メレンゲが潰れないようにゆっくりと流し入れてください。軽く表面を整えたら OK です。生地を流し入れたら天板に乗せて焼いていきます。トースターにセットしたら表面が焦げないようにアルミホイルをかぶせておきます。焼けたら天板から上げて粗熱を取っておきます。しっかりと粗熱が取れたら型から外していきます。いつも動画でやっていますが、型から外すときはコップを使うと簡単に外すことができます。コップから落とさないようにゆっくりと外していきます。今回はスポンジとスポンジの間にクリームを挟みたいので、スポンジを半分に切っていきます。ゆっくりとナイフを入れて均等な厚さに切り分けてください。最後まで切ることができました。断面はこんな感じですね。しっとりとしていていい感じです。洗ってきれいにした型にスポンジを敷いていきます。残りの絞るだけホイップを半分絞っていきます。そしたらスプーンで隙間がないように広げていきます。小さいスプーンを使うと塗りやすいです。表面を平らにできたらもう一枚のスポンジを重ねます。そしたら残りの絞るだけホイップを絞っていきます。同じようにスプーンを使って全体に塗り広げていきます。ここでトッピングを作っていきます。お好みなのでなくても大丈夫です。フルーツを乗せたりクリームを絞っても可愛いかもしれませんね。今回は上に散らしたいので細かく切っていきます。スライサーを使ってもできるのでお好みで選んでください。すべて切れたら大きさを整えて完成です。このぐらいの大きさがベストですね。あとはケーキの上に振りかけていきます。隙間がないように埋めてあげると綺麗に仕上げることができます。こんな感じにできたら OK ですね。同じようにコップに乗せて型から外していきます。あとはお好みの大きさに切り分けていきます。
完成しましたチョコレートケーキです。どうですか、お店のように仕上がってませんか。美女がいい。いただきます。これは美味しいですよ。本当にお店のように仕上がってます。スポンジはしっとりふわっとしていて、お好みで上から振りかけたチョコレートのパリパリ感、この食感がたまらないですね。ちょうどいい甘さに仕上がっていて、もう甘党の僕からしたらもうワンホールいけちゃうぐらいの美味しさですね。ぜひ皆さんも試してみてください。初めての顔出しと声出しの動画で不慣れな部分で見づらい部分もあったと思いますが、これからも面白いレシピと、面白い動画をお届けしていきますので、これからも楽しみにお待ちいただけると嬉しいです。これからの春クッキングもよろしくお願いします。